が初めてだったから分からん。夏祭り公演外れた。あら、もう出てるのね。その分当たるよ。何かね、夏祭り公演あるし、クリスマスとかもあると思うし、多分当たるよ。その時ファイトだどん。おかえり、ただいま。そう、でもそう、早いのに乗れたから全然、なんか予想より早くショールームできてよかったって感じですね。推しメンこんばんは。ですぞですぞですぞ。ビームちゃんの足ゆき、あら、よかったです。そう、アイコンにしたんですよね、ツイッターの。ツイートしておきまして、固定ツイートにしておきました。昨日みんなの呼び方決めたじゃないですか。決めたというか発表したじゃないですか。それメールの返信のハッシュタグと、なんかファンマークみたいなものと、あとそのみんなの呼び方まとめたやつ固定ツイートにしたんで、よろしくお願いします。久しぶり久しぶり。あやさんありがとう。ハート、ともちゃんかわいい、ありがとうございます。伊豆千代さん、イエイ、ありがとう。フリーナさん、ありがとう。花火花火ね、忘れちゃう。ビームズです。そう、ビームズと、お寿司でファンマークは、で、返信がカルビミヤビヘイお待ちです。ミニさんありがとう、花束。皆さんもあとありがとうございます。そう、私なんか喋るとき全然話変わるんですけど、喋るときなんかこうやって上向いちゃう癖あるんですよね。それ直さなきゃで、今なんか画面見てふと思った。夏祭り公演僕も外れちゃった。あら、当たった方おる？逆に。ツイッターのアカウント名にお寿司入れた。あ、いやー、ありがとう。カビシャ耳赤くなかった。そりゃね。そりゃそうよ。確かにね。そう、私上向いちゃう癖あるんですよ。なんだろうね。そう、公演中とかもこうやっちゃう癖あって、そう、なんか見下ろしてるみたいになっちゃうんですけど、全然そんなつもりないんでね。ビームちゃんがカルビだったとは盲点ですね。そうで、昨日見せたいものあったんですけど、そう、ちょっと昨日なんか なんだろう、携帯から配信してたし、見せづらかったんで、そう。見せますね。すごいね、なんかまた無駄なもの買っちゃったかもって思うけど。そう。そうなんですよ。ママビームとかにバレたらね、またそんなもの買ってって絶対言われるんですけど、でも可愛いんですよ、すごい。あ、今更ながらみやび氏のメール取りました。ありがとうですぞ。末永くやろう。そう、いいよね、な、いいよね、たまにはいいよね。だって毛玉犬買って以来じゃないですか、なんかこういうのって。いいよね。そうで、これなんですけど、袋から出した方がいいか。そう、ごめんね、ちょっとガサガサ言います。そう、でもそんなにね、場所取るものとかじゃないですよ。実用的ではあると思う。ちょっとうるさいね、ごめんね。これなんですけど、可愛くない？まだそんなもの買ってって。かわいいでしょ、かわいいね。純ちゃんありがとう。そう、かわいいでしょ、ミヤビームそっくり。そうなの。どう実用するの、これね、人形じゃないんですよ、ぬいぐるみじゃなくてポーチなんですよ。
ね、使えるでしょ。かわいい、かわいいよね。そう、これね、説明書読むとフェリシモさんのやつで、江戸ワンコがくったりお座り、路折犬かな、路折犬ペンポーチです。そう、長沢路折さんっていう絵師さん、江戸時代の方が描いたワンちゃんですね。なんかツイッターとかでちょっとバズりましたよね。もうイリュージョン。ポーチならいいってもんでもない。え？いや、まさかの江戸時代。そうそうそう、そうなんですよ。仕事終わった後の俺みたいなポーチって。頑張って、元気出そう。元気出して、元気だれ、だだ惰性ビーム。そう、アザラシじゃない、ワンちゃんなんですよ。可愛いよね、結構ね。そう、今初めて汚れたらあれかなと思って初めてあげたんですけど、なんかね結構あれですよ。そう、背中がパッカーンなるの。そう、結構入るんじゃないね。なんか、なんだろう、メイクの直し、なんかリップとかそういう、なんだろうな、グロスとかそういうのだけ入れるのでもありな気がする。前もそれ系のポーチ買ってなかった。さあ、ね、いやでも、そう、聞いてください、私荷物多いじゃないですか。そう、だからポーチで分けないとごっちゃごちゃになるんですね、中身が。なんか台風来ちゃったみたいになるんで、そう、カバンの中が。そう、ポーチはね、私あって困らないんですよね。可愛いよね、これベロあるんですよ。1週間で汚す自信ある。コスメの色ついちゃいそう。あー、確かに、初見で犬ってわかる人いるのかな。え、でも私わかりましたよ。そう、この犬の絵、絵だけがすごいバズってた時があって、それ見て、あ、あの犬だって思って一目惚れしちゃった。そう。そう、Yo, man! すごいラッパーな方が。かわいいよね。そう、ほら、実用的でしょ。そう、良きですよね。ね、かわいい。でもそう、カバンがねパンパンになっちゃうんですよね。そうなんですよね。まあ、いい買い物したでしょう。ポーチ買いたいから荷物増やしてない、いや、それはないですよ。荷物は普通に多い。そう、手足が邪魔。あ、そんな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 。ね、化粧品入りそうですよね。なんかライブの時とか、なんだろう、コンサートみたいな時はメイクポーチを、ちょっとしたメイクポーチを靴の横とかに置いとけるんで、それ用とかだったらいいかなみたいな。ともちゃん、ありがとう、ハート。そうかって、そうなんですよ、荷物はね普通に多いの、何しても。なんでだろう、本当に。そう、あ、でもペットボトルとかは入りますよ、空きスペースあるって意味。プリオのおもちゃになりそう。でもね、プリオそんなぬいぐるみとかで結構遊ばないタイプな気がする。みやび、こういうのかわいいのよく見つけるな、センスいい。センスいいって。使
わないものを間引いていこう。いや本当にね、なんでだろう、したんですよ。そう、間引いたんですけど、そう多いんですよね。なんでだろうね、びっくり。マリコ様ハートありがとう、久しぶり荷物多かったら持つよ。あらすごいジェントルマンみたいな感じね。そう、明日はナッピさんの生誕祭到達、伏線回収ですね、テロップの。そう盛り上げます、イエイなんか私自身も制服の名なんか久しぶりな気がする。そうちょっと緊張しちゃいますね。よちよさんかわいいありがとうゆうさん星ありがとうございます、ハートもありがとう、頑張るついにか、ついにです明日行けないけど DMM じゃ絶対見るね、頑張れ頑張れありがとう鈴鹿ちゃん、あハートもありがとう、頑張らないと。ちょっとなんか椅子が後ろすぎて、今日何時まで、今日ね今日は15分まで、15分になったら壇上読み始めてお礼書きます。そう昨日1位の人にお礼書くって言ったんですけど、ちょっといらっしゃらないっぽいんで、またいらっしゃる時に書きますトシピンさんありがとう、パート、じゅんちゃんファイトありがとう頑張るねみやびちゃんの制服の目初めて見る、あら明日 DMM じゃなくて来ます来る、来るの、緊張しちゃうねえ、いつぶりだろう、先月の、そう江口ちゃんが初めて出た時以来じゃないですか、私制服の目すごい間空いちゃったなんかすごい初めてな気分明日のためにゆっくり休んでくださいね、睡眠時間は全然取れるので。そう、あ明日もいるよいるよ、江口ちゃんね、すごいね全然睡眠は取れるんで、明日しかもあれなんですよ、なんだっけ、そうボイトレあるんですよね、そう公園の前にボイトレするのそう、あ明日 DMM でも嬉しい、見てくれるの映りますように、18の公演以来、あーじゃあ結構空いたね、あらあらららえじちゃん先生によろしく友達かなみやびってロッカー、あロビーのロッカーにサインあるよ、サインはあれサインは書いたっけ、でも落書きはしましたよ、落書きっていうかまあ落書きなんですけど、そうね38番かなのロッカーに書いてあります。あ52日です、こうすると7ありがとうございますありがとう、15日こうやったらんかったら結構あれですね、倍率があれなんですね、あ138かごめんごめんめんごめんごですそう、あロッカーにサイン書いてる、あらしいです、昔の私グッジョブです、今年中には新潟からみやびちゃん出てる公演見に行くマン、待ってるマンですあら新潟にお住まいなのね、すごいいいですね、お米おいしいのね、言うよねお米おいしいって、いいですね、
米ねすごい好きなんですよね。まあなんかちょっとお腹空いてきちゃった雅だから138、そうそうですそうです、38語呂読みして雅で雅、そうそういうことよお米おいしいよねすごいなんか平和なコメントねえおいしいよねお米。私パンか麺かお米かって言われたらお米派ですよでもそう最近ねなんか本当にちょっとなんですけど柿ピー食べてすごいハマりそうになっちゃってね危なかったですっていうのがあったんですよ。白熊さんまたありがとうニコニコ夏祭りの時138番使った、ありがとう、バッチリ見えましたよ座ってるのご飯がいいね。新潟のタレカツ丼、有名なの。おお、柿ピーね、柿の種、そう美味しいよね本当に。なんか久しぶりにお菓子食べたんですけど、そうびっくりしちゃった。朝ごはん柿の種、すごい栄養偏っちゃわないまあね元気ならいいけど。そうあのわさび味が好きですね、みやびだけにみたいなね、わさびみやびみたいなね言いますよね。ねそうみやびだけにねわさび味が好きみたいなそうだんだん小声になっちゃうね。かきピーハマるん、全然なんか疑問に思うこと何もないですよ。そうね、みやびだけにって言っただけ、ちょっと何回も言うやんねそうわさびのね靴下も持ってて、なんかみやびだけにねみたいなことを5期のレッスンあった時に言ったんですけど、なんかねそっかみたいな感じだったそうみやびだけにあのわさびの靴下履いてるんだみたいに言ったら、なんか全然受けなかったっていうことがありましたね。ちょっと思い出してしまった。じゅんちゃんありがとう花束、あありがとうペンライトもそっかねそうねんねんね、ちょっと私のね笑いのセンスがね、いやあるんですけど、そう足りなかったというか、なんだろうね、まあツボに入らなかったって意味よ。そう面白いけど、そうあれですよ、その子のツボに入らなかっただけでつまらないわけではないと思うね今のはちょっとって時代がまだ追いついてないようだなって。そう時代がね追いついてないんですよね。まだね私にねついてこれてないんですよ。そうねそう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 、悲しいね。まあ時代がついてくるのを待ってますわさびだけに反応が辛いですねちょっと好きですそれ80点くらい寿司が好きだとわさび好きになるわな。あーそうね、私お寿司にもあれですよ、わさびめちゃくちゃつけますよ。そうそうめちゃくちゃつける。なんかあの罰ゲーム並みのわさびの量じゃないけど、それの半分くらいはつけるフ初見です、嘘じゃん何のネタがお寿司好きなの。私一番好きなのはねコーンマヨです。そう覚えといてくださいね
コーンマヨが一番好きね。わさびついとらんやないかーいってなるんですけど、そうコーンマヨにはさすがにわさびつけないかな。そう、後付けもしない感じ。コーンマヨが1位で、2位がなんだろう、でもマグロの赤身とかも好きですよ、好きだけど、絶対最初もしお寿司屋さん行ったとしたらコーンマヨ頼んで、茶碗蒸し頼んで、お味噌汁頼んで、またコーンマヨ挟んで、あ、かっぱ巻きとかも好き。そう、あとそんぐらい。そうね、そのくらいよ。じゅんちゃんありがとう、ハート。魚に全然いかんよね。いや違いますよ、そのあのね、ルーティーンがあってね、ね、ちょっと魚が遠くなってしまうんですよ。そう、昨日お寿司食べながらショールーム見てた。いいね、貝類はいける、いけますよ全然。苦手とかないですよ、貝が苦手とか鮮魚が苦手とか。待ってね、ともちゃん星ありがとうございます。ゆうさんもハートありがとう。サーモン、あーサーモンいいよね。サーモンか、あでもちょっとね、イクラとかは苦手なんですよ私。そう、ウニとかイクラが苦手で、それはあんまり、まあ、食べれないことはないけど、そう頼まないかなって感じですね。唯一頼まないのその2個ぐらいだと思う。あと私はうなぎも苦手なんですよ、骨多いじゃないですか。そうだからうなぎとかも頼まないかな。そうこんな感じ。別に食べれないことはないんですけどね。さっきのみやびちゃんお寿司を頼む順でこれから食べる。茶碗蒸しも頼んでね。アナゴ、アナゴはね食べれないことはないって感じですね。自分からは食べないかな。1年以上生魚食べてないから食べたい。食べよう食べよう。そう、マグロ、あマグロはね頼みますよ、赤身好き。アナゴね、そうちょっと苦手ではないけどって感じ。こんばんは、かわいい。すごいね。ありがとうございます。サーモンしか勝たん、あー美味しいよね。あれなんだっけ、オニオン乗ってるやつとか。あー治療の関係で、あら治れビーム。私のおすすめは卵です。あー卵好き。ありがとうジョンちゃん、ラブレター。みやびちゃんが世界で一番好きな食べ物って何？世界で一番？でもね今パッて思いついたのが本当にママビームのご飯ですね。そうなんか人の作ったご飯が食べたいなって思った。そうママビームのご飯ね美味しいんですよ。そう食べたいですね。そうかな。あとなんだろうな、一番好きなの、焼肉とか。ゆうさんありがとう。欲しいママビームのやつで何が一番好き？なんだろうな、でも何でも美味しいからいい意味で、なんだろう、ハンバーグとか。美味しいよね。あ、ロールキャベツとかも好きですよ。
そうでもママビームトマト苦手なんですよ。だからね味付けはしてないって言ってた。トマトの料理使うとき。ずちゅうさんいいねありがとう。りゅんちゃんたこちゃんありがとう。なっちゃんさんあアイスごちじゅんちゃんありがとう。欲しいハンバーグ。カレーあカレーも好きですよ。カレーはね私何からでもいきますよ。あの中からなんちゃらみたいな。うん僕も生のトマトダメ。そうなんだ。あらプチトマトとか私全然なんだ大きめのトマトとかでも食べれますよ。みやびちゃんの得意料理。みやびちゃんはねなんかすごいふーんってなんか変な声出ちゃった。卵焼きかスクランブルエッグですね。好きな食べ物小さい子が好きなやつ。いやちゃんとねあれですよ砂肝とかも好き。ザワちゃんみたいに辛いカレー食べてみる。あれですかちょっとなんかそれかカレーはカレーってそういう意味ね。ちょっと意味含ませちゃってもうね砂肝いや好きですよ。そう砂肝ね美味しいよね。じゅんちゃんありがとう。し白熊さんありがとう。だるまおやどうしたんですか。そうあの焼き鳥とかだったら砂肝も好きですね。鶏皮とかも好き。そう福岡来て初めて鶏皮食べたんですけど初めてまあなんかちゃんとしたというかうんなんか専門店みたいなので食べたのは初めてだったからそううん美味しいよね。じゅんちゃんかわいいありがとう。このカレーはカレーいいね。タリカは塩一択。あーでも私タレでしか食べたことないんですよ。そうそうなんですよね。だから食べてみたいな。うまありがとう水千代さん。バカラです。鶏皮好きね。軟骨あ軟骨も好き。私も福岡の鶏皮ってちょっと違うんだっけ。そうなの。だからなんかちょっと違ったのかな。あれも好きですよ。鶏皮餃子とかも好きということで15分です。白熊さんありがとう音符。それじゃあ読みます。ファミマの焼き鳥はどうだろう。でも焼き鳥あったらタレじゃないときは買うときあります。13位の人から。13位はミニさん。12位は伊豆千代さん。11位は白熊さん。10位はタグさん。9位はネモネモムさん。8位はチェジンヨンさん。7位はケンゴロウさん。6位はプーちゃんさん。5位は86さん。4位はカークさん。3位はともちゃん。2位はゆうさん。そして1位はバン、じゅんちゃんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと待ってね。あれ反応しない。うんよし。そちょっとね iPad が反応しなかったのでビビっちゃった。書きます。ちょい待ち。おめーありがとう。こちらこそ書きます。1位おめでとう。とう
こうから始まるものと、とから始まるものなんかあるかな。あー、いいね。自分なりにちょっと書いてみますね、それを。うーん、あー、うまいんじゃん。なんか入るかな。1,2,3,4,5,6。みやびよりちょっと空いたんで、よし、鳥かま書いてるってよくわかったね。おめでとうございます。ちょっとありがとう。ありがとうございます。いつもありがとう。こちらこそ。これわかる？鳥川です。おめでとう。 OK、 ありがとう。おめでとうございました。しぼんだ綿あめ。今日かよ、リコちゃん。ありがとうございました。それじゃあ、ダンジョン上がってる皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。水千代さん、疲れ、ありがとう。はい、とありがとう、じゅんちゃん。それじゃあ明日、制服の目よろしくお願いします。頑張って盛り上げます。おやすみなさーい。またねー。